introduce Make everything. 登場いただきます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イエイ。ちょっと今声が聞こえたかと思うんですけど、すみます芸人の金城くん、はい、やっと冬休みが明けて戻ってまいりました。いやありがとうございます。すみません本当お願いします。金城くん、すみません本当にちょっと長い冬休みだったじゃないですか。そうですね、ちょっとね羨ましい本当に。いやでもやっぱりね、その、まあ、身内の順で帰ったんですけど、はい、まあでも10日ぐらいいたんですかね、うん、でもやっぱり5日目ぐらいでマレーシアにちょっと帰ってきたくなって、本当ですか？ほんまですほんま、すっごい恋しなって、うん、っていうのはやっぱもう日本には仕事なかったの。まあそうですねそういうのもありますね本当にやることがなかったというか、まあちょっと若いのに長く休んでた金城くんにはね、今週タイプーサムで何か罰ゲームなんかやってもらえたらなと思って、はい、ちょっとそれしないとダメだね。結構ねみんなまあ、いったら楽しみにしといてほしいんだけど、はい、今週、日曜日にですね、はい、マレーシア最大のお祭りになりますね、はいはい、ヒンズー教のムルマン神という戦いの神ですね、はいはい、これを、まあ、お祭りをするっていう形になるタイプーサムなんですけども、このね、はい、どんなんですか、信仰の深い人はそこら中で坊主にして頭を、頭に黄色いターメリック塗るんですよ。ね、ターメリック、あのスキンヘッドの黄色いスキンヘッド黄色いスキンヘッドですか。いや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 、美味しいでしょ。美味しいでしょじゃないですよ。かすむはみんなやってんねやから。いや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 、見たら絶対ね、こう芸人魂が、はい、うわーマジっすか。いやマジっすか。あとね、口にね竹串を刺したりとか、いやいや、もうそんな、あとなんかこう、なんだろう、すごい重りのついた釣りのフックですね、はい、うん、ああいうのを体中にぶら下げて、うわー、見たことある、はい、そうやってあの行者の方は練り歩くんですけども、 SM の大会みたいな、 SM みんなエクスタシーを感じて、なんかね、なんかこう、はい、トランス状態だから、はい、やってる人はそんなに痛くないらしいです。マジっすか、はい、いやでも俺あのインディアンの方、ヒンズー教ではなんて言うんですかね、あのヨガマスターみたいなのたくさんいるじゃないですか。ヨガマスター、ヨガの特別な呼吸法で、はい、その針を刺されても痛くないんですって、はいはい、マスターしましょうよ。いや俺トランスじゃない。それやったら今度ヨガフレームとかヨガファイヤーとか、いやいや誰しも慣れないですよ。タイプーサムで一等賞目指しましょうよ。目指せるんすか。いやまあまあね、行ってちょっとトランス入れば、トランス状態入れば、まあ観光客の方もたくさんあの訪れるので、はい、私たちもね結構行こうかなっていう感じで思ってますけども、うん、毎年行ってるんで、はい、昼間からこう人が結構集まってて、はい、すごい賑わってるんでね。それよりもね、うん、それもすごいんだけど、あのみんなそうそうそう言い忘れてたんですけど、あの車で行くのかな。あ、そうですね、車ではちょっとおすすめできないですね。車で行くんだったらね、止めるところはないから、結構ね、手前の方の駅の近くとかに止めちゃって、駅の近く、はい、まあ駅、電車もすごいんですよ。へぇ、なんであの、例えば電車で行くでしょ、車が渋滞してるから、はい、電車で行くでしょ、帰りがもうすごいですよ。あ、なんかこういうの見たことある、東南アジアの映像でっていうぐらい、あ、はい、人がもう改札がえらいことになってるから、チケットを買うのもあのもう結構苦労したりするんで、もし電車で行くんであれば往復チケットかなとか、あとタッチアンドゴーは絶対用意した方がいいですよ。チケットを買うのにも本当一苦労なので、はい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 、ちなみに去年は車で行ったんですよ、はい、で2キロぐらい2、3キロ手前のショップロットに停めて、2、3キロ結構広い通り、あの車のね車道をね、はい、なんか高速みたいな、そうそうそう、高速みたいなハイウェイみたいになってる道路を歩きました。ハイウェイでも止まってるんですよね、
車で、そう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 、止まってる、止まってる、結構ね、そこら中にね、止まってる、駐車してるし、車で行くなら結構手前に止めて歩いて、歩くのも結構あんだけどね、まあ、タクシーで行くなり、そうだね、でもした方がいいと思います。うん、なかなか それがいつも問題だよ、うん、まあ、近所くんだったら歩きで、あ、全然大丈夫ですよ、ね、そうです、裸足で大丈夫ですよ、仕事がねえから仕事がいや、おかしいよ、それはライバルでしょトランス入るのもあるから、そうだよ、みんなで行こうかな、いや、行きたいですね、私個人的に見た時は世界観が結構日本のお祭りによく似てるんですね、ちょうどこうその針を刺して歩いてる人たちがこう、はい、華やかなデコレーションをしてるので、はい、なんか日本でいうお祭りの出汁みたいな形で、はい、で出店もいっぱい出てて、結局ね、なんかおみこしみたいなの担ぐから、あ、そうなんですよ、お囃子を言って歩く若者がいるんですけど、はい、それがね結構なんか太鼓叩いてね、そうそうそう、歌いながら、日本の青年団みたいな若い人たちの集まりで、太鼓叩きながらで周りで行列ができて、こうどん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 、日本だったらね、神社から神輿が出て、はい、でそれで練り歩いていくんですよ、はい、それがそれと一緒なんですよ、本当に、いろんなところからその神輿みたいなのを針刺してね、体に、はい、たこ焼きとかやってます、全然、たこ焼きとか焼きそばいやいや、ほんま日本でやだよみたいな、出してみる、似たようなもの結構売ってますよ、インド人の方粉物大好きですからね、さつま揚げのカレー味とか、そういうの結構売ってます。あとね、ボリウッドの DVD いっぱい売ってるから、うん、あとね、インド人のラッパーがめちゃくちゃいっぱいありますね、ラッパー、あー、そうなんですか、うん、あー、ヨギビーとかかな、あー、でかい、そう、でかい人とか、とにかくもう、ヨギビーですよ、そんな神秘な場所に、そうなんですよ、ブースがたくさん出てるんですけど、それね、結構ラッパーのブースが多いんですよ、夜とかコンサートあるらしいですよね、あるかもしれないですね、大盛り上がりだと思います、めっちゃ、そこら辺にそのラッパーがそのブース開いて、そうそこでパン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 やってるんですよ、ノリノリでやってますよ、ほんで針刺して、なんちゅう、なんちゅういびつな興味湧いてきました、ちょっと、まあなんか日本でネット情報ですとね、なんか結構奇祭と言われていて、はい、うん、まあ、際物を見に行くような感じで、ちょっと怖いかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、意外と昼間は、そうですね、全然平気です、はい、日本のお祭りだって、例えばさ、こう、みこしかついで血の気の多い人がいっぱいいるから、こう結構喧嘩だったりするでしょ、はい、まあ、あんな感じですよ、でも喧嘩なんか絶対やってないけどね、あ、なるほど、うん、でもなんかいろんな国から見に来てる人いるから、へぇ、そうそうそう、西洋人の方から、そんな有名、あ、そう、日本人の方はあんまり行かない、トランスなってる人を邪魔したら喧嘩になりますよ、あ、それはそうですね、それはあるかも、ね、日本でも一緒ですよ、それトランス状態のやつ絶対喋かけるない、はい、結構ね、結構苦行だと思うんですよ、あれ階段登らないといけないし、はい、それ邪魔したらさすがに怒られると思う、でも出発はケールのチャイナタウンにあるヒンズ寺院、あそこから出発して、はい、裸足で苦行しながら、バトゥーケーブまで歩いていく、歩くんすか、あれやっぱりそっかな、はい、いろんなとこから見越しが出てる、はい、確かケールのケールだけ、はい、インドだけ、まあ、出発地と到着地が各地決まってるようなんですよね、出発地は違うんですよ、スコットガルン、本当に日本の神輿と一緒だよ、一緒ですね、一人だけ、一人だけ出発地でしょ、なんでこいつはこっからこいつだけこっから出発してんねんってなるから一人で、裸足で僕ら見とまれ通って各寺院、地域の寺院から一台ずつ出てくるって感じのね、そうかもしれないですね、日本だったらなんかあるじゃない、地域ごとに、私前にタクシーに乗った時に行者のドライバーさんに会って、うん、次のヒンズー教の祭りの時はついてきていいよとかって言ってたんでちょっと彼から連絡が来ることを期待しつつ、もし OK が出れば、メイザー、いや、知らないおじさんです、知らないおじさん、危ないですね、危ないですね、みんなで行ってみましょうよ、そうですね、はい、知らないおじさんと、知らないおじさん行きましょうよ、いや、そっちの方が怖いわ、一番マレーシアみんな友達ですから、その人がトランス入ったらどうするの
タクシー運転しながら、ね、タクシーで行っちゃうんだよ。カリスさん、タクシー引っ張ってくるでしょ。なんかそういう番組あったよ。そういう緊張感がやってもらえばいいじゃん。そうです。最やな。というわけでですね、はい、今週はあの1年に1度のかなり大規模なお祭りなので、皆さんあのお手持ちの荷物にだけはしっかりと気をつけてですね、はい、あの電車に乗るときは往復チケットもしくはタッチアンドゴーを用意してあの出かけください。ひったくりは気をつけてください、ぜひ。はい、そうですね、たくさん人が集まるので、はい、よろしくお願いします。まあ今週のあの観光情報いきましょうかね。そうですね、はい、今週はですね、あの先週に引き続き伊方なんですけども、先週はですね、伊方タウンのあのグルメ、うん、それからホテル、うん、そういったものをご紹介しましたね、はい、あと釣りもね、あ、釣りね、全然関係ないありがとう、今日は釣りからやったんですか。忘れたふりをしようと思ったんですけど、やったんですか今日。はい、それでですね楽しみにしたのに無視されました。周辺のあのアクティビティを特に今日はご紹介したいと思うんですけども、釣りですか。はい、釣りですか。全然私最近あのいろんな人を無視すること覚えてます。さすが、MC 力が高まってますよ。私よ、そうしないとあの4人いるから、ね。そう、どこまでも一緒だから。あ、何でも滑ってるから、ね。宇宙博物館と一緒ですので、本当。一つのリックあれば4時間ぐらい喋っちゃう。で、まあ、あの車で2時間半のですね、ケールから2時間半の一方タウンの、まあ、その周辺なんですけども、はい、高速道路であの向かってもらうんですが、はい、高速を降りたすぐのところにまずあのいくつか観光スポットがありまして、うん、はい、ありましたっけ。はい、あの日本人の方に有名なのはポメロの屋台です。あー、ポメロの屋台、はい、あれでもありますね。あれでも、あ、なんでもないです。日本で何を考えたんですか。放送禁止用語言われちゃうか。いや、先に進めないとなと思って。あ、してるよね、これ。そうですよ、頼みますよ。いやいや、はい、で日本の方にもあのポメロってすごく人気で、なんていうのかな、あれザボンですか。うん、もう売ってますか。そうだね、日本にもあの愛媛県で取れるんじゃないかなと思います。あ、そうでした。え、取れるんですか。四国のどっかで、はい、あのような形の。あ、高知ね、高知。ザボンは高知じゃないかな。はい、愛媛は。今であるんですか。うん、あの大きいみかんじゃなくて、大きいみかんじゃなくて、大きいみかんじゃなくてね、あんだよ。そうあれですか。それもポメロっていうんですか。いや、日本はザボン。あ、ザボン。ザボン。へぇ、ちょっとこれね、見た目がそっくりなんですけど、同じかどうかわからないんですけども、うん、こちらのポメロは一方が名産になってまして、うん、2種類ぐらい味があるんですよね、甘いのと酸っぱいのと、はい、どれもあのジューシーで、すごく美味しい。めちゃくちゃうまいよ、ね、うん、これ絶対買って帰った方がいい。全然ちゃうんですか、そのザボンっていうか、柚子系でしょ、あれ。そう、でっかい、でっかい柚子系、でっかい柚子系、スイカぐらい、でしょ。で、それ、すっげえうまいってあんま感じないって言い方ですけども、例えばなんか、見るだけだとちょっとめんどくさいでしょ、はい、めちゃくちゃ。そうっすね、剥いてるものが売ってるのでね。あ、そうなんですか、はい、なんかタッパーに入って、皮も全部取って身だけのやつが、マジですか、うん、薄皮も剥いてくれてる。あ、なるほど、なるほど。すごい、そのまま食べれてるので。薄皮がすごい苦いからね。すごい、あ、苦い、皮が苦いで、中身があれだよ、ね、が 甘酸っぱいというか、なんだろう、すっごい爽やかだよね。そうですね、爽やかな味しますね。あの日本でも食べたことある方いるかどうかわからないんですけど、そのみかんでいうと未消寒っていうみかんが日本にありまして、未消寒知らねえだろ。知らないか。その味にすごく似てるんですけどね。未消寒ってうちの地元のすぐ隣町で。そうですね。はい、あれは確かにすごく美味しい。本当にほんのりあの薄味というか、うん、さっぱりした味がしてますので、はいはい、なんかやっぱ南国のフルーツって、はい、マンゴーにしてもパイナップルにしても結構甘くて、あ、そうですね、味はちょっとしっかりは、うん、そんなことないの、すごいみずみずしくてさっぱりして、その2種類味があるって言って、酸っぱいのと甘いのと、うん、どうあれなんですか、その完熟したら甘くなっていくみたいな。色が違う、はい、色が違うんですか。うん、なんか種類がもともと違うんじゃないかな。2種類がもともとその酸っぱいのが完熟して甘くなっていくんじゃなくて、もともと2つの、もともと2つあるんですね。なるほど、はい、これ割と一方の
そうですね、あのホーカー屋台だとか、あとはロストワールドでも売ってますね、温泉どころの。そうそう、ロストワールドの中にも売ってるんですね、ザボッツ、ザボンじゃなくてなんだっけ、ポメロ、ポメロ、ポメロ、すごい美味しくて毎回食べ食べちゃうもんね。そうなんですよ。私あのマレーシアマガジンでも何度も触れてるんですけども、はいはい、個人的一押しの温泉ですね。これが一方にありまして、話変わるんですね、はい、急に急にポメロからのシュートチェンジ、ポメロから温泉そ, うそれでスリー押してるすごいチェンジです。じゃあ次温泉ね、はい、そのポメロが温泉にあるよっていうところからの温泉、一方に温泉があるんですね、はい、イポーに温泉が、はい、イポータウンからはですね、車で15分ぐらいですかね、はい、はい、温泉と遊園地と、うん、あと、なんて言うんでしょう、ゾウハプール、はい、ゾウハプールとかが複合になっているレジャー施設になりますけども、うん、動物園もある、動物園もありますね、ちっちゃい動物園、はい、行ったことあります？クワまで行ったことないですね。写真で見たんですけど、何個かなんか温泉が、はい、外堀ですよね。外にあるんですよね。露天風呂みたいに。まず入場券を買っていただくと、はいはい、更衣室があって、はい、で着替えていただくと水着でいろんなアトラクション回れるんですけど、はい、まあ、一番おすすめなのはやっぱ何種類かある温泉ですね。そうですね。で、そこはですね、ちょっとぬるめの大きい湯船と、はい、それからちょっと42度ぐらいの日本人にはもうたまらない温度の、はい、大きいプールと、それからスチームですね、スチーム、はい、洞窟のスチーム温泉みたいなのがあって、はい、ジャグジーもあって、はい、ほんでマッサージもあってみたいな、はい、うん、なんかそういうマッサージも、はい、マッサージもスパーですね。そうなんですよ。それを全部水着でね、ぐらぐら歩いて回れるんですよ。そう、全部水着を着ながら、そのミニ動物園でヘビを触ったりとか、そうそうそう、あと何、トラを見たりとか。そうそう、トラもショーがある。そう。なんか本当にいろんなアトラクションがあって、退屈しないあの場所なんですよ。釣りはあります？釣りそれ、ね、そうそう、聞いて聞いて、パパさん怒られてましたよ、釣りやって、あのね、釣りあったんですか、周りで川が流れてるんですよ、ロストワールドのね、はい、で、温泉入りながら見てたら結構こうボイルっつって魚がポンポンってその水面に来て餌を、ね、食べるとポンって波紋になるでしょ、はい、あれが出てたから、ある日釣り竿を持ってったんですよ、はい、で、子供と、まあ、家族がねプール入ってる間に釣りをしてやろうと思ってね、はい、釣ってたらやっぱ案の定すごい釣れるんですよ。そしたらね、おまわりさん来て、子供たちとこうやって、温泉からパパ見てたら、はい、バイバイとかやってたんですけど、それがいいのやってきて、まんまと怒られてましたね。そう、結構大変でした。なんかね、サンウェイの、はい、サンウェイ、その土地自体がサンウェイシティって言って、サンウェイの土地なんですよ。はい、だから勝手にそういうことやっちゃダメだって。あ、なるほど。ただ魚、要するにね、釣っちゃダメだから魚めっちゃいるんですよ。投げりゃ釣れるって感じ。マジですか。しかもルアーね、はい、でも釣っちゃダメですからね。でも釣っちゃダメですからね、はい、無視力が高まってる、はい、切ってすごいっすね。で、温泉なんですけど、はい、でこれ実はですね、循環じゃなくてかけ流しなんです。あ、そうなんですか。はい、なのでいつもフレッシュな温泉がもうたっぷり出ていて、はい、うん、もうなんていうんですかね、湯のお湯の質が非常に高い感じがしますね、うん、ここのマレーシアの温泉は全体的に。うん、その効能とかって、効能書いてあるんですけど、はい、その肩こりとか。はい、何のお湯だったかな、アルカリ、いや違いますね、ちょっと今見邪魔しましたね。ちなみにあれなんですよ、こっちの温泉とかプールで、はい、ムスリムの女性用に
に、はい、要するに T シャツ着て入ってますよ。あ、そうですね。そうなんです。水着で、はい、水着で、あの温泉に入るんですけど全然 OK ですよね。日本と違う、日本だったら大事でしょ。服、そうですね、あのタオルを湯に入れるだけで怒られちゃうじゃないですか。そうですね、確かに。全然マレーシア関係ないですから。あ、そうなんですね。なんか インド系の、またインド人なんですけど、インド系のおじさんなんかも、はい、木の実木のまま入ってる感じだよね。うん、来てそのまま入って、はい、で中でスイカ食べてますね。まあ当然あのあれですよ、下はもちろん水着なんだけど、水着、あの要するにパンツじゃなくて、はい、ズボンは水着で、上はなんか普通に T シャツとかだ。だから女性の人とか結構ね、あのまあなんだろう、ふみこさんぐらいの年になった人とか水着結構きついと思うから、いろいろ、はい、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。いや僕はちょっといろいろ気になる思うんですよ、女性は。でもね、そういうのを全然気にしないでいいのは、マレーシアのそういう、なんだろう、文化のおかげというか。あー、なるほど、なるほど。プールでも割とそうなんですよ。いや、お母さんとしてはすごい楽ですよ、 T シャツ短パンで入れるんだから。あー、なるほど。まあ、湘南とか行くんだったらちょっと気使うじゃないですか、はい、でも今年の水着どうすんのみたいな、着たくもない水着を。はい、着たくもない。6月ぐらいからパンプアップに入るからね、女の人。そうなんですよ。あー、なるほど。まあ、それに比べたら本当に気軽に行ってもらえるのと、はい、あの特に個人的に私なんかは寒いのが本当に苦手なので、はい、あのプールの遊園地とか、うん、もうね、本当に子供と付き合ってられないですよね、うん、飽きちゃって寒いし。なるほど。はい、でもロストワールドだとどっちかというと私が一番あの長居してしまうような感じで、はい、大人に優しいですね、やっぱり湯船があるっていうのは。やっぱり子供は半分のぼせてます。はい、関係ないですよ。大人が関係ない。私が楽しいですから、関係ないですから。リゾートみたいな感じではない。そうですね、一大リゾートみたいな、あの雰囲気で。そうだ、複合遊園地も、なんでまあ、あのね、なんかジェットコースターもあるんですか。ありますね、お化け屋敷もありますね。お化け屋敷もあるし、行きますかね、今度行こうか。行きましょう。ホテルももちろんありますね。あります、あります。宿泊できます。はい、でホテルに泊まった場合はこの入場料が結構安くなるとか、そういうパッケージもあるんで、ぜひ行く際にはチェックしていただきたいと思うんですけども、はい、はい、トラもいるしトラもいるし、ちょっといろいろ、いや、ちょっとね、いや、もうお願いしちゃおうかな。いや、おろすな、そんなもう。おかしい、トラおるからな、で降りたらもうトラもヘビもトカゲも何でもいるから、何でもいますよ、ピンちゃんが。どうなる、俺、帰れない。帰れんのか、それは。僕は、はい、まあ、そんなあのロストワールドなんですけども、はい、基本的には月曜日から、金曜日は11時から10時、午後10時まで、午前11時から午後の10時までですね。で週末は10時から夜の、10時 AM から10時 PM まで。そうです、なるほど、はい、火曜日がなんと定休日になっているそうで、はいはい、これあの行く前にちゃんと確認していただければと思います。はい、で、まあ、6時以降はお風呂だけ楽しみたい方のために安いチケットも出てるんですよね。なるほど、はい、なので、うん、あの年配の方でちょっとあの暑いのはしんどいとか、あのそういう方は夜、はい、温泉だけを楽しむチケットを買っていただいて、はい、あのね、はい、あまりにも天気がいい日だと近づけないぐらい暑いですよ。要するに温泉の熱気と、はい、あ天気の、ね、あ暑さで、はい、イポは基本的に、天気が日差しが強いのかな、結構。ただ雨もね、すごく降りやすいんですよ、イポって。はいはい、だから大体、まあ、なんか雨に当たりながら温泉入ってるとちょうどいい、ね。あ、そうですね、なるほど、はい、ただ雷になっちゃうと危ない。そうですね、はい、いやー、もう行きたくなってきた。